コア場に入った男たちの末路。俺はカイチェル、フォロワー30万人を超えるコメディ系動画クリエイターだ。しかし俺はネタ切れに追い込まれていた。ダメだ、再生数が全然伸びてねえ。かといって全く新しいアイデアも思い浮かばないし、このままじゃ収益だけで生活していくのは無理だ。いろんな動画クリエイターが日々誕生、成長していく中で俺は伸び悩んでいた。そして俺は仕方なく新しいことにチャレンジしようとしていた。めちゃくちゃ嫌だけど心霊系やるか。一人で行くのは怖いので連れのゴングーに頼み込みついてきてもらうことにした。この末路病院には一番奥にある手術室にカルテがまだ残っているという噂があるんだ。それを見つけたら絶対バズるぞ。本当にそんなカルテがあるのか、怖すぎるって。早く帰ろうぜ。あるってネットに書いてあったんだよ。俺について来いよ。病院に入って10分、ついに一番奥の手術室を見つけた。手術室からこの世のものとは思えない異様な雰囲気が漂っていた。だが俺は怖さよりも収益のことや動画の編集などで頭がいっぱいだった。おいゴングー、あったぞ。ごめん、俺もう無理だ。入り口に戻ってるからカイチェルも早く戻ってこいよ。おい、せっかくここまで来たのに根性がない野郎だぜ。ここまで来て引き返せるかよ。俺は手術室に入り、手術台の上に置いてあるカルテを見つけた。よっしゃ、あったぞ。これは俺が持って帰るぜ。カイチェルのやつ大丈夫かな。よし、もう出れるぞ。おいお前、そこで何してる。いや、僕は友達についてきただけで。お前今、松戸病院から出てきたな。これは不法侵入になりうるぞ。署で話を聞くから、パトカーに乗れ。そんなカルテもゲットしたし、さっさと帰るか。あれ、ゴングー先に帰ったのかよ。たくどこまで根性なしなんだよ。俺はそのまま家路に着いた。はい、もしもし。はい、わかりました。くそ、カイチェルのおかげでとんでもない目にあったぜ。不起訴になってよかった。緊急ニュースです。今朝、廃墟になっている松戸病院内にて捜索願いが出されていて、カイチェルさんが発見されました。警察によりますと、カイチェルさんは手術台の上で穏やかな表情で冷たくなっていたとのことです。え、カイチェル。